こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。歯根嚢胞、銀歯が外れ歯医者に通うことになりました。虫歯もなく、その1本で終わるはずだったのですが、レントゲンを取っていただいたら、右下奥歯の、歯根嚢胞が見つかりました。先生曰く、今までにうちの病院じゃ症例がないくらい大きいし、綺麗な丸だと。場所も悪く、顎の中の血管神経にもかかっているそうで先生も治療法に悩んでいました。もうすぐ40歳になりますが、もともと極度の歯医者嫌いで、どんな治療をするのか怖くてたまりません。全身麻酔での、手術などをしないと治らないのでしょうか、ということで、38歳の女性の方からご質問がありました。歯根嚢胞っていうのは、まあ、根の治療がうまくいかなかったっていう時が多いんですけど、その場合に、根の先端のところにこういう、まあ、円形の丸ですね、丸のような病巣ができてくる。もともとは根の中にある細菌が原因なんですが、それによってこういうふうな、病気ができてしまう。で、もう、円形、きれいな円形になっているという時は、かなり、病気とすると進行状態の度合いが、まあ、強いというか、もうここに嚢胞壁という壁ができてきてしまうので、根の治療をしても、なかなかこの丸い形が消失するというところになかなか行きづらいとされています。先ほど言ったように、奥歯の方にじゃあこういう治療で、円形の丸が大きくできていった時で、これ何が問題かっていうと、ここにですね、下歯槽管という神経の管が、まあ、消失したようになっています。実はここに神経の出口があって、ここのところ、この真ん中辺ですね、点々点っていうところを神経管が通っている可能性が高いんですが、この嚢胞によって中に入っている神経の外側の壁ですね、それがまあ消失してしまい、この嚢胞によってその神経自体が圧迫されているということもあります。こういった場合にはなかなか除去するのがプロ、いわゆる口腔外科のプロでないとなかなか難しいという症例になってきます。で、まあ通常はそういった方々がいらっしゃるのは大学病院のことが多いですから、要は大学病院等に依頼することのケースになります。で、大学病院に依頼した場合にはですね、先ほど痛みが怖くてということで、考えていらっしゃいましたが、まあ、全身麻酔まで、これでやるかどうか、ちょっとそこは疑問なんですが、少なくとも痛みを感じないような処置、我々でいうとこの鎮静処置っていうのをこういった症例の時は多分施すであろうと思います。鎮静によって、まあ、簡単に言うと麻酔が効いている間はほとんど意識がない、そんなような状態で、治療をしていかなければいけないというところです。それによって、先に進めますし、口もある程度、まあ、全身麻酔よりは開きますし、いろいろな不快症状っていうのも全身麻酔より少ないので、そういった面では鎮静処置ができれば痛みも感じずにというところは、考えられるかなというふうに思います。以上です。